なんか今回国体出場おめでとうございます。あの時もちらっと言ってたけど、なんかこの年齢で、教員もやってお母さんもやって、そんな好きなこともやってなんていうのなんかいやいや言ってたけど、でも僕は出れるということがまず幸せ、やらせてもらえてる環境がまず幸せと思うんで、そんなんでいいのかなっていうマイナスを見ることは一切やめて、その競技に出るときと一緒のようにやったらうまくいくっていうプラスのイメージだけで今回ぜひとも活躍して、この年齢でもお母ちゃんでも先生の仕事をやりながらでもやれるんだというのを日本中の教員たちに希望を与えるような、頑張りを見せてほしいなということを心からハイボールを飲みながら願っております。頑張れ君か、頑張れ。